はい、皆さんこんにちは、あちでございます。 PC88 のドラゴンスレイヤー英雄伝説のパート53をやっていきたいと思います。宿に行きたいんですよね。あらら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 と、ワープに扱えない。あら、そうか、もったいないけどここでワープを使うか。あ、いや、ワープの翼もったいないよね。あ、ビスの実よね。お、これするんだったらね、これ洞窟の中で使ってればよかったよね。ここは休めたですよね。休めたですよねって言っても知らないけどね。はい。あら。あらららららら、宿や止めてくんない？宿、宿、宿。あ、行けるよね。え、行けない？持ってけたらば、あ、行けないんだ。しまった。でもね、ピンに行こう。はあ、もう寝泊まりできない。ピンね。ピンを覚えておきましょう。何でも嫌だと。武器ね、ワープの翼一応持っときましょうか。バトルスーツとかの装備は言うことないでね、もうね、持ってるでね。じゃあ私は何するのってとこでね、私はね、もうね、寝るだけですよ。はい。あ、寝かしてくれないのかい、あんたら。寝かしてくれないのかい。あらららら、ここもダメか。コルクスか。コルクス大統領の方ですよね。ゲールの幼馴染だったということだったと思います。アーグニージャの話ですね。あらら、え、読んでみようか。あ、ジーラバーさんね。わしは古くから伝わる伝説を知っているので、その伝説を教えてやろう。かつてこの地上には神々が住み、光の時代が続いておった。しかしある日突然、悪神アグニージャが地上に現れ、地上は闇の光に包まれ、闇の光という言い方が分かりませんね。神々は天空に逃げになったので、それからしばらくの暗黒の時代が続いたが、やがてそれも終わりを告げ、天空に逃げた神々は自分たちに似た人地上になったのだ。そして神は人にアグニージャの復活と英雄の出現を予言され、再び地上にいることはなくなったのじゃ。もう一つ、水晶の塔は古代文明の遺跡なのじゃと。あ、読んだかな。はい、寝ましょう。やっと寝れました。さて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 、あ、さて、呪文でソニアさん、いや、ソニアじゃない、あー、そっかそっか。ゲイリの方がね、頭いいんでね。エスリオさんの頭いいんでね。バゼルの塔行きましょう。はい、ここに来まして、さて、でどう行きゃいいのかな。ちょっと左からぐるーっと回った方がいいかな。あ、違うね、こことね、こっちですよね。あ、イグナがいいのか。なんで、あ、そっか、乱れたのか。もう乱れたらダメよ、もう。はい、もう逃げます。あ、運じゃなんともならないね、これね。ごめんなさいね、もうね、もう無駄なことはしません。はい、あらららら、ら、痛いなぁ。あー、こっちはどっちにしても回れるのか。よいしょ。ちょっとここの敵鬱陶しいでね。鬱陶しいで、なるべく戦闘避けましょう。で、そこのあれがでかいんですよね。あ、ユーナゴはでかいね。
あ、ソニアさん上がりましたね、レベルがね。6、2、3、4、5、6かな。もうこれでいいよ。避けられちゃって。避け、止まっちゃったか。強いな、ユグナゴを持ってると。音が効かないのはほんまどうしようもないな。なんでそんなもうセリオスのバカ野郎お前なお前ちょっとあれ持っちゃダメだわ。サイレス持っちゃダメだわ。本当にもう困ってっちゃな。でこれはどこだい。あーそこか。どこ行きゃいいんかな。これ多分右下って言ったよね。あると思うんでね。ちょっとね、リュナンさんはね、リュナンさんは聖なる杖の方がいいかな。よいしょ。パワーも減るのもすごいけどね。ちょうどこれでぐるっと回ってこれない。来れないんですね。でも宝箱あるよね。でここだったら、うん、こっち行こうかね。あ違うね。こっち行ってこっち行ってこっち行ってないんじゃないのかなね、ここね。よいしょ。うん、そうですね。ここ来てないですね。ね。エリクサーか。エリクサーか。でも、出口があるね。このまま真っ直ぐ行くとね。ああ、鬱陶しいな、これ。逃げましょう。逃げるよ。素早さは負けないからね。あ、うっとしいな。いやもうこれでいけるよ。あ、一緒に。あれ、なんで抜けてんの。階段、今階段突き抜けちゃいましたね。え、これでいいでしょ。敵出てこないかな。あ、アイテム取ってるし、でいけますね。でここで、あ、いい、これでいい。アイテム取りましたね。これ戻らないといけないですよね。ずーっと戻ってって、これでアイテム取ってますよね。もうアイテムのことは気にしなくていいと思います。というわけで、ここでしょ。で、ここで来て、戻りますね。おっしゃ、うまいこといった。ちょうどよかった。すり抜けんだね。これ仕様が悪いな。これどこだ？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 あ、ここか。ここですね。となったら、あ、来た来た来た、いっぱい来たいっぱい来た。逃げよう。あ、逃げれないねこれね。あと4発唱えれるかい？頼むからあれ唱えんなよ。あー、唱えちゃった。もうなんだろう、セリオス鉄砲あったら射殺したいね。あー、休んどけ。あららららら。
あら、あらら。なんでラム酒なんか使ったんだ。ラム酒って体力回復するのかい。もうちょっと黙っててほしいな。ソニアさんまで混乱しちゃった。ああ。もうね、サイレス唱えるのやめてくんないかな。あ、なんとかなったね。もう本当に立ち悪いわ。あ、またこいつか。また2発か。おい、ソニアさんさえやられなければ。いや、なんかいけそうね。イグナでいいよ。イグナでいっちゃって、うん。ああ大変だわ本当にね。こう来て、あ、回り込めないんだね。回り込んでいきましょう。よいしょ。あ、違うよこれ、多分違うね。いや正解だわ。でこっちですね。で上に上がっていきますが、あ、そう、あら、あー、行こう、行っちゃおう。いや、もうこいつら嫌だわ、もう本当に。よいしょ。こう来てこうでしょっと。で、いやこう来る。もう嫌だよと。はい、もうなんかこうなるよねこれね。ですね。お、敵いないね。よかったね。で、ここでこっち来るでしょ。で、こう上がるでしょと。これも嫌だな。もうちょっとね、乱れすぎです。味方がね。ああ、ソニアさんがなくなっちゃった。マジックパワーね。逃げっす。ああもうほんとうっとうしいねこれね。いけた。どっちだ。どっち来る？そこしかないんだよね。ダメだね、これね。逃げないとね。上行こう。結局一緒か、てめえら。いや、そんな泥仕合してダメって。もう、あったまげちゃった。ビスの実をね。ソニアさんに使いますよと。もうこれでいけるよ。もう行くよ。もうソニアさんガンガン唱えちゃってよ。レースゴーなんか唱えちゃダメでって。あ、ソニアさんあれですね。ちょっとソニアさん設定変えましょう。ソニアさんね、回復は使わない。アイテムは使ってるね。もうこれでいかんとね、レスボ唱えちゃうわ、ソニアさんね。残り80でもね、イグナを唱えちゃう。AI はね、仕方ないですね、もうね。こっち来た。あ、もういいぜ。ほい。あ、来ましたね。やっと来ましたね、と思って。だけど、あー、レス
スを唱えるんですね。ああちょっと時間も超えちゃったな。ああちょっともうちょっとね、もうちょっと行きましょう、もうちょっとね。ヨシュアの鏡で一応ここ何もないはずなんですけど、ああもうやっおしまいなさいと、どこでしょうね。はい、なんおお敵だけがいた。ちゃんとやってくださいよ。あバカのセリオスに魔法機で組み乱れちゃった。もうサイレス唱えんなよ。お前サイレスだけは唱えんなよ。頼むぜ。ああいいからいいから、そんな。ああレベル上がった。7来い。5か。運と素早さを優先しましょう。お、いけないよね。で、ああ抜けた。抜けたわ。で、でだ。でですよ。うん、来たね。これ完全来たね。あ、バーニス城。うん、変わりました。というわけでここで、終わっておきたいと思いますね。PJ88 のドラゴンスレイヤー英雄伝説、パート53ですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。